さあできましたよ。お待ちどうさま。いいですか。はい。おいしそうですね。美味しそうですね。Hello, Kodama san has been cooking something for us. It smells really good. あれ、煮えているのにどうして食べないんですか。これがないんですけど。どうも失礼しました。さあどんどん食べてください。はい。はいはい。いただきます。いただきます。あれ、海野さん、みんな食べてるのにどうして食べないんですか。お箸がないんです。あ、どうも失礼しました。あ、あったあった。はい、これを使ってください。あれ、安藤さんも小柳さんもこんなにあるのにどうして食べないんですか。すいませんけど、これ味がちょっと。え？すいません、塩と砂糖を間違えました。小玉さん。Well, Kodama-san's cooking wasn't so successful. But let's look at the scene where Yen had a very nice meal with the fisherman. おい美味しいですね。これなんていう魚ですか。美味しいですね。これなんていう魚ですか。美味しいですね。これなんていう魚ですか。After Yen tasted the soup, he said, 美味しいですね。これなんていう魚ですか。美味しいですね。これなんていう魚ですか。美味しいですね。means, it's tasty, as you know. Then he asked, これなんていう魚ですか。これなんていう魚ですか。This is a little bit different from これなんですか which means, what's this? So, what's he saying? Well, 魚 is fish.Try to guess what he's asking exactly. これはタラという魚です。Did you get it? Tara means cod. It's the name of a fish. これなんていう魚ですか。これなんていう魚ですか。これはタラという魚です。これはタラという魚です。So, Yan had asked, what's this fish called? And the landlady told him that it's called タラ。これなんていう魚ですか？これはタラという魚です。This expression, なんというですか? is a useful way of asking the name of something.
Let's hear some more examples. Hi, I'm at a flower shop. They sell lots of imported flowers I've never seen before. We can always ask the names using this expression. Flower is... Hana in Japanese.おー、綺麗ですね。いろいろありますね。いらっしゃいませ。あ、お、これは何という花ですか？さあ、私も初めてです。あの、すいません。はい。これ、何という花ですか？あ、それはサンダーソニアという花です。サンダーソニアですか。サンダーソニアね。おお、いろいろありますね。そうですね。あ、あれは何という花ですか？こちらですか。ええ、これはトルコキキョウという花です。おお、なるほど。あの、これは何という花ですか？あ、これはネリネという花です。ネリネですか。児玉さん、ん？これとこれどうですか？うん、いいですね。じゃあ、これとこれを一つの花束に。はい。ご予算は？あ、3000円で。はい、ありがとうございます。 So, if you want to know the name of a flower, you can ask 何という花ですか？ OK? Let's go to another shop.Now I'm in a pet shop, and I can see quite a few rare breeds of animals. Again, we can ask the names using today's expression. すいません。はい。あの、これ何という猫ですか？ああ、これはアメリカンショートヘアという猫です。へえ、アメリカンショートヘア。どうです？かわいいでしょう。Cat is neko in Japanese, as you know. Now, how can we ask the name of a type of dog? Dog is inu. あの、これは何という犬ですか？これはポメラニアンという犬です。じゃあ、これは？これはセントバーナードです。これも可愛いですね。おお、what kind of animal is this? I'm not sure. In this case, we can just use the word 動物Animal to ask what it's called. これは何だろう。あ、ちょっとすいません。はい。あの、これは何という動物ですか？これはスーパーフェレットです。スーパーフェレット？ Ah, so it's a kind of ferret.はい、エビ、お待ちどうさまです。さあ、何しましょう。あの、すいません、これは何という魚ですか？ああ、これはコハダです。美味しいですよ。じゃあ、私はこれ。はい、コハダね。これはね、今が一番美味しい時ですよ。はい、コハダ、お待ちどうさま。さあ、何しましょう。これは何という魚ですか？ああ、これはヒラメです。これも美味しいですよ。じゃあ、私はこれ。はい、ヒラメ。これも今日のは美味しいですよ。はい、ヒラメ、お待ちどうさま。さあ、安藤さん、何しましょう。
何しようかな。あ、安藤さん、ちょっと待ってください。ちょっとこれを食べてみてください。これ何という魚ですか？まあいいからいいから、ちょっと食べてみてください。あ、どれどれ。どうです？うん、うまい。そうでしょう、うん、私も食べたい。私も。どうぞどうぞ。どれどれ。本当美味しい。そうでしょう。これ何ていう魚ですか？あ、この魚ですよ。その魚ですか。何という魚ですか？あ、これは石垣鯛です。ああ、これは石垣鯛ですか。いや、これはうまい。あの、すみません、それは何ていう魚ですか？あ、これですか？あ、それじゃなくて下の方にいる。あ、これですか？そうです。これはね、これは魚じゃなくて貝ですよ。え、貝ですか？何という貝ですか？これはミル貝です。ああ、ミル貝ですか。これ美味しいですよ。あ、いかがですか？私は結構です。あ、ごうです。結構です。じゃあ安藤さん。あ、結構です。 This is a useful expression, isn't it? You can also use it to ask the names of places, as we'll see now. いい眺めですな。おお、すいませんが、あれは何というお寺ですか？どのお寺ですか？あのお寺ですよ、あのお寺。ああ、あれは浅草寺です。おお、あれが浅草寺ですか。お、これは何という山ですか？これは筑波山です。ほほー。お、じゃあこれは何というビルですか？あ、これはリバーサイドビルです。おお、じゃあこれは公園ですよ。おお、何という公園ですか？隅田公園です。ほほー。あ、でこれは何という川ですか？いや、すいませんが、これは何という川ですか？隅田川です。ああ、隅田川。お、じゃああの橋は何という橋ですか？あの橋、あの橋は何という橋ですか？ Well, however useful this expression may be, it's not good to use it too much, is it?山。何という山？何という山ですか？筑波山です。お寺。何というお寺？何というお寺ですか？浅草寺です。川。
何という川。何という川ですか。隅田川です。This expression also has its place in asking and giving directions. あの、すいません。はい、何でしょう。あ、この辺に銀行ありますか。銀行ですか。え。This man just asked me if there's a bank around here. But, excuse me. He asked me if there's a bank around here. But there are three banks in this area.There's one over there, and one over there. I wonder which one he's thinking of. In this kind of case, this expression is quite useful. Bank is 銀行 in Japanese. あの、何という銀行ですか？丸星銀行という銀行なんですが。丸星銀行ですか。丸星銀行はあそこです。はい、どうもありがとうございました。どういたしまして。はい、毎度ありがとうございます。地沢でございます。小金産業の小柳ですけど、ミックスピザの第一つ大至急でお願いしたいんですけど。あ、大至急ですね。はい、かしこまりました。ところでお客様は。はい、角に銀行。はい、あの、何という銀行ですか。銀行は三つ星銀行。その三つ星銀行の角を曲がって三つ目のビルなんですが。あ、三つ目のビルですね。はい、それであの、何というビルですか。丸山ビル。はい、で、何という会社ですか。小金産業。小金産業の小柳です。小金産業の小柳様。あ、はい、大至急ですね。はい、かしこまりました。すぐにお届けいたします。はい、どうもありがとうございました。ミックスのない一つ。はい。ただいま。安藤さん、次これミックスの第一つ大至急お届けです。はい、ミックスの第お届け。はい、お届け先は小金産業の小柳様。三つ星銀行の角を左に曲がって三つ目の丸山ビル。大至急お願いします。はい、大至急。了解。安藤さん、これありがとうございます。ピザーラでございます。もしもし、安藤です。あの、何という銀行の角を曲がるんですか。安藤さん、いいですか。よく聞いてくださいよ。三つ星銀行の角を曲がって。三つ星銀行。はい、わかりました。どうも。もしもし、安藤さん。安藤さん、切れちゃったよ。しょうがないな。はい、毎度ありがとうございます。地沢でございます。あ、もしもし、安藤です。なんというビルですか。丸山ビル。あ、丸山ビル。はい。もしもし、もしも、So,
Asking the names of things using this expression is useful if you can remember the names, of course. Now, let's practice a little using this expression. First, try asking the name of this flower. Flower is 花 in Japanese. なんという花ですか？菊です。Now, this looks like a fruit. Fruit is 果物. Try asking what this fruit is called. 何という果物ですか？柿です。And how can you ask the name of this fish? Fish is 魚。何という魚ですか？サンマです。How did you get on? So, try to remember this expression. Okay, let's end by watching today's episode of Yan's Story for the final time. わー、いっぱいいますね。あれ、何ていう鳥ですか？あれはウミネコです。ですか。お客さん、あの大きな岩ね、あれ縦岩って言うんですよ。縦岩ですか。帽子みたいな岩ですね。あ、そういえば本当に帽子みたいな形ですね。これ何ていう魚ですか？あ、これタラという魚だ。あ、これはタラという魚です。美味しいでしょう。とても美味しいですね。お父さんのトゲササネよいの食べてください。おお、あー、みんなもらったぞ。心配してくれたからね。おい、さあ行くぞ。本当に綺麗な人ね、この岡田さん。その人、今日結婚するんです。あら、そうなの。おかみさん、朝日村ってここから遠いんですか？うん、朝日村ならほら、あの山の向こうですよ。お客さん、朝日村いらっしゃるの？いいえ、僕は東京へ帰ります。お客さん、もう本当に大丈夫なんですか？ええ、大丈夫です。いろいろありがとうございました。あ、よかった。まもなく発車します。普通列車新潟行き発車します。Thank you.